ケネイによる経済表の初期の資格化の図経済表はフランスワーケネイが1758年に表した経済モデルである重能主義経済理論の基礎となったカール・マルクスからは実に天才的な疑いもなく最も天才的な着想と称賛されているケネーは商業と工業は富の源泉ではないと考えておりその代わりに彼の著書 経済表の中で、時代、賃金、購買の形をとって、経済を流通する、農業余剰が、経済の原動力だと示した。懸念によれば、第一に、規制は、社会階級全体の所得の流れを妨げるため、経済発展を阻害する。第二に、地主などの非生産階級の贅沢な生活習慣は、所得の流れを歪めるため、彼らの繁栄に有利となる。 農民などの生産階級への課税を減らさなければならない。ケネイが作成したモデルは3つの経済主体で構成されている。所有階級は地主のみで構成されている。生産階級はすべての農業労働者で構成されている。負産階級は職人や商人から構成されている。3つの階級間の生産物と現金の流れは所有階級から始まるが、 これは彼らが土地を所有し、他のいずれの階級からも購入するからである。皇帝は次の手順を踏む。農民は事主から土地を借りて1500個の食料を生産する。彼は、その1500個のうち、自分自身と家畜と彼が雇ったすべての労働者を養うために600個を保有する。彼は、市場で残りの900個を一つ1リーブルで販売する。 彼は300リーブルを非農産品を商人や職人から購入するために保持する。こうしてケネイがプロドイネットと呼んだ純利益600リーブルが生じる。職人は工芸品750個を生産する。これだけの生産のためには彼は300個の食料と150個の外国品が必要とする。彼はまた彼自身がその年に生活するに必要な。 生活必需品として150個の食料と150個の工芸品を必要とする。合計450個の食料と150個の工芸品と150個の外国品である。彼は農民から450リーブルの食料を購入し、商人から150個の食料を購入し、600個の工芸品を市場で600リーブルで販売する。職人は、 彼の工芸品を販売して得た現金を、翌年の生産物の原材料を購入するのに、使わなければならないため、彼には純利益がない。地主は、食料と工芸品の単なる消費者であり、全く何も生産しない。彼の生産工程に対する、想像上の、貢献は、自然に存在する土地の使用に対して農民が、時代として支払う600リーブルの再配分である。 地主は時代の300リーブルを市場で農民から食料を購入し、300リーブルを職人から工芸品を購入するために使用する。彼は純粋に消費者であるため、ケネーは地主を経済活動の原動力とみなした。彼の消費に対する欲望が彼の賃貸収入全体を食料や工芸品に出品させ、それが 他の階級に所得を提供するのである。商人は外国からの輸入と引き換えに食料を輸出するためのメカニズムである。商人は職人から受け取った150リーブルを市場で食料を購入するために使用するが、彼はより多くの外国品と交換するために食料を国外へ持ち出すものとみなされる。この表はなぜ重農主義者が食料の輸出については 反ロ論に賛成しないのかという理由を示している。経済は食料の余剰を生産するが、農民と職人のどちらも生活必需水準以上の食料を消費する立場にない。地主は飽和水準まで消費していると想定されるため、それ以上消費することができない。食料は 容易に保存することができないため、それを使用することができる。誰かに販売することが必要である。これが商人が価値を与える点である。しかし、商人は富の源泉ではない。重能主義者は工業と商業のどちらも富を生まない。と信じていた。最もらしい説明は、重能主義者はフランス経済の実際の状況に照らして、彼らの理論を発展させた。 というものである。フランスは土地所有者が人口の6から8%を構成し土地の50%を所有する絶対君主制であった。農業は国の富の80%を占め人口の土地を所有しない部分は実質的に全ての所得を食料の必要によって消費されてしまうような本当にわずかなものを生産する。 自給自足の農業を行っている。また輸出は主にワインのような農業ベースの製品からなっている。フランス経済における農業の大規模な影響を考えると彼らは王の利点に使用するために経済モデルを開発した可能性の方が高い。重農主義者は反重症主義運動の先頭に立った。懸念の理論に代わる選択肢としての工業と 国際貿易に反対する彼の主張は2点ある。第一に、工業は富の増加を生まないため、農業から工業へ労働力を向け直すことは、国の全体の富を減少させるだろう。さらに、人口は利用可能な土地と食料供給を満たすまで膨張するため、土地の使用が食料を生産しないのであれば、人口は減少しなければならない。第二に、 重症主義者の基本的前提は、富を得るためには、国は輸入する以上に輸出しなければならないということだが、しかしそれは、国内消費の需要よりも多くの交換可能な資源を持つことを仮定している。フランスは完成品や反完成品を生産することのできる植民地を持たなかった。イギリスやオランダのように。フランスの主な植民地的存在は、カリブ海。 北アメリカ南部、そして東南アジアであったが、それらはフランスのように農業ベースの経済だった。フランスが輸出のために過剰に持っていた唯一の商品は食料であったため、工業生産を基盤とする国際貿易がより多くの富を生むことはなかっただろう。しかし、ケネーは反工業ではなかった。フランスが強力な工業市場を育成するのに良い。 立場にはないという自分の評価に対して彼が現実的なだけだった。彼は職人や工場がフランスに来るのは彼らの商品に対する国内市場の大きさの比率に限るだろうと主張した。国は原料の地域的利用可能性と適切な労働力が海外競争上残すという位性を持つことができる範囲においてのみ国は 工業生産に集中すべきである。とケネーは信じていた。その総計を超える、いかなるものも、貿易を通じて購入する必要があるのである。ケネーは1758年12月に、経済表の初版を出版したが、印刷部数が少ないため、初版の原本は、現在伝わっていない。その後、経済表は、ケネーの生前に数度出版されたが、 版によって、原票が修正されたり改定されたりしたため、懸念の真意について、様々な解釈を生むこととなった。それらの諸般を整理すると次のようになる。経済表は、経済学における相互依存システムの最初の精密な定式化であり、また経済学における常数理論の起源であると信じられている。預金の再貸し付けによる、 部分準備金銀行制度での信用創造の理論において類似した表が使われている。新銀基金説は経済表から導出されたが後に捨て去られた。ありがとうございます。